テレビ番組の司会などでも活躍する人気コンビ、ダウンタウン。そんなダウンタウンの松本人志が、ネットニュースに対して不満を明かしているという。お笑いタレントの松本人志、ダウンタウン、が自身のツイッターで、日曜のお昼頃からネットニュースが、松本人志、だらけになることに対して不満をぶちまけている。 日曜日の午前中は爆笑問題が MC のサンデージャポン TBS 系と松本人志がレギュラーコメンテーターを務めるワイドナショーフジテレビ系が激しい視聴率争いを繰り広げている生放送と収録の違いはあるものの共に情報バラエティ番組として扱うニュースは被ることが多い 両番組ともコメンテーターの発言が放送中からネットニュースになり、特に松本の発言は取り上げられることが多い。10日のネットニュースにも、小4虐待死事件で持論、タムケンバ島のラーメン店炎上騒動、俳優の荒井博文容疑者について、と、彼がこれらの事件についてコメントした内容がずらりと並ぶ。 バイドナショー、内で他のコメンテーターが述べた意見が主題のニュースにも、松本の顔写真が使われていた。このネットニュース上での、松本人志、祭り状態に、本人は黙っていられなかったようだ。10日の13時過ぎに、松本人志待つ、坊主ツイッター、で、ネットニュース。 松本、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 なんかくれ、原文ママ、とイライラする気持ちを吐露した。バイドナショー、に関するネットニュースは、ほとんどが松本人志のコメントに関するものだが、出演料には反映されていないのだろうか。